イングランドリーグ第20節。選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はウェストハムユナイテッド対トッテナムホットスパー、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら現地昼のコンディションですが、現在曇っていますが、先ほどまでは雨が降っていました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウェストハムユナイテッドはこの試合は 4-5-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟のバランスの取れたシステムと言えますよね、はい。まあ、センターハーフやトップ下とボランチが下がってくることによって、中盤にコンパクトな守備でブロックが作りやすくなりますからね。あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。なるほど。そのワントップの役割は具体的に何なのでしょうか。まあ、この場合ですとしっかりポストプレーができることですよね、まあ、あとは足元で受けること、そして裏へ飛び出すこと、まあ、そういったたくさんのことをやらなければいけないんですけども、ツートップの場合はお互いで補うことができますけども、ワントップはやっぱ全てのことができなきゃいけないですからね、はい。前半ゲームはスタートしています。イングランドリーグ第20節、ウェストハムユナイテッド対トッテナムホットスパー、リーグ折り返し後半戦さ、シュート、まずは立ち上がりシュートを打ってきます。この試合さ、シュート、素晴らしい反応でした。ロリス、いや、あの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。ここで見せてくれましたロリス。ウェストハムはここ1週間過密なスケジュールをこなしています。中には疲労が溜まっている選手もいるでしょうね。そうですね、本当にこういう時は簡単に怪我しやすいですからね、今日は気をつけないといけないですよね、はい。慎重に入るべしということでしょうか。およそ30メートルというところです。ロリス、ファインセーブでフリーキックを止めます。いい反応を見せましたよね。シュート、トッテナム相手に先にゴールを決めました。いや、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。さあ、ウェストハム、この時間に先制に成功です。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね、このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかし、いい時間帯ですよね、はい。相手の出方がどう来るか注目ですね。カット、大きく縦へ、ボールの奪い合い激しいものがあります。トッテナム、ここでファールをもらいます。早くもファールをもらってしまいます。これはよく触りました。悪かないですね、吹かないですね。
長いボール縦へ、ダレン・ランドルフ大きく前線へ、ここは通しません。スノドグラス、さあ左へ預けて、左サイド上がっていきます。ドリブルですね、中上げる、ロリス、ここは抑えました。これはつながりませんでした。フレデリックスがここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。長いサイドチェンジ、長いパスがつながります。チャンスを演出できるか、ここでファールがありました。たまらず行ってしまいましたね。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。ここで追加点のチャンスです。直接ロリス、これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。ダレン・ランドルフ飛び出して前線へ蹴り出します。さあ一人で持っていく、長いボールを送ります。ウェストハム、先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘ところどころありましたね。まああれは明らかに普段やらないような守り方で対応してしまったからでしょうね。結局うまくいかなかったですからね。縦へのボール、大きく縦へのアーチ、ウェストハム、これは奪い返します。クリア、このピンチをなんとか出します。マスワク、大きく縦へ、勝負か、武蔵底、ソン・フンミン、ドリブルで仕掛ける、いいプレッシャー、縦へのボール、さあランシーニ抜けてくる、ヌドンベレ、ヌドンベレからケイン、ここも固い守りでボールを奪います。ウェストハム裏のスペースを狙う、この柔らかいパス、ここはキーパー処理しました。フレデリックス、パスの交換、裏へのスルーパス、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0、ポッテナム1点を追う形で後半に向かいます。よく戦ってましたけど、そのバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。イングランドリーグ第20節、ウェストハムユナイテッド対トッテナムホットスパー、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、直接狙った、身長差ありますからね、グラウンダー気味で狙っていった方がいいかもしれませんね。この高い守備陣どう崩すのか、スノドグラス
前日の試合では僅差でしたが惜しくも敗れてしまったトッテナム。ランシーニ、マスワク、緩く狙ったボール、ヌドンベレ、長いボール縦へ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。デクラン・ライス、ふわっと裏を狙う、ルーカス、トッテナムはここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。マーク・ノーブル、長いボールを送ります。ケルトンゲン、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ヌドンベレ、ウェストハム固いディフェンス、長いボール縦に入れます。ここはすぐ奪い返します。ウェストハム、トッテナムはここでベンチが動きます。激しいボールの奪い合い、スノドグラス、デフリー、笛は吹きません。武蔵底、プレスからボールがこぼれる、イサディオップ、大きく前線に入れます。このパスを防ぎます。オグボンナ、組み立て直します。一気に縦へのアーチ、クリアです。ルーズボール、ルーカス、うまいですね。自分で行く、一人上がっていく、そのまま行くのか、これはファウルでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、どんなボールを選択するのか。ボールはクリア、さあ再び選手の交代です。ウェストハム、中央へ、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。マスワク、届くかこのボール、一気に前線へ。デクラン・ライス、フレデリックス、大きく縦へ、デクラン・ライス、裏を狙う、いいボールだ、おいい形じゃないですか。上田クロス、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。長いボール縦へ、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。激しいボールの奪い合いです。武蔵底、トッテナムとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。
一気に前線にボールを送る。テリピ・アンデルソン、マークノーブル、右サイドへ振って、さあつながるか、勝負のシーン。さあどうする、シュート、頭できた。うわー、これはクロスバーのわずかに上。この辺は人に対して厳しくいってますよね。どうだこのシュート、ウェストハム突き放します。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。そのまま打つのか打たせるのかっていう、お互いの突き刺激が楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてきましたよね。今シーズン初ゴール。さあウェストハム、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づける1点になるかもしれませんよね。そうですね。ここで笛です。2対0、トッテナム敗れました。勝ち点は得られません。リーグ8位。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。トッテナムとしては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかった。